池谷先生、こんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は20代女性のブログの読者様からのご質問です。はい、池谷先生、こんばんは。はい、こんばんは。先日ニュースで知ったのですが、はい、今後美容整形クリニックのホームページやブログでは症例写真が見れなくなるのですか？はい、私は幹谷先生のブログの症例写真を見て先生に手術をしていただいてすごく満足しているし、症例写真があって本当に良かったと思っています。はい、症例写真が見れなくなると本当に困ると思います。はい、かえって患者さんにとって不利益なんじゃないですか？はい、というご質問です。はい、わかりました。おっしゃる通りで、それはね、すごく大きな問題で、患者さんにとってね、すごく不利益になると思いますね。はい、僕も昨日ネットのニュースとかで知ったんだけれど、まあ主にね、美容整形クリニックのホームページでは、はい、手術のね、ビフォーアフターの症例写真をもう出してはいけないっていう方針になるっていう流れなんですね。まあ、来年の6月までにはそうなるっていう方針なんですね。うん。それはね、ホームページだけじゃなくてブログとか SNS でもそうなるっていう流れになってますね。一部のメディアではね、そのクリニックと関連するブログとか SNS もダメだと、あとランキングサイトとかも症例写真出すのはダメだっていうふうになるという方針みたいですね。非常に患者さんにとって不利益になってしまいますね。例えば僕のところに来てくれる患者さんって、はい、ほとんどが高須クリニックのホームページとか僕のブログの症例写真を見て、はい、こういう症例でこういう手術するとこうなるんだっていうのが理解してくれて、はい、だったらこの先生の技術高そうだからやってもらいたいって言って、はい、僕のところに来てくれて、で手術して、はい、でやっぱりやってもらってよかったですって喜んでくれるわけですよ。それが全くなくなってしまうわけですからね。で、症例写真をネット上にアップする、でそれを一般の人や患者さんに見てもらうっていうのはね、ものすごい大事なことなんですよ。医者にとっても大事だし、患者さんにとってもすごく大事なことであって、で症例写真がもたらす役割っていろいろあって、まずね、やっぱりその医者が手術がうまいか下手かっていうのが分かります。その傷跡の状態とか、あと変に左右差が出てないかとか、やっぱり症例見れば分かりますし、あとその医者のセンスとか好みっていうのもある程度分かりますね。うん、やっぱりナチュラル思考の美容外科医はやっぱりナチュラルで自然で整形っぽくない仕上がりを作ることが多いし、で派手好きな美容外科医っていうのもいて、そういう医者はね、鼻中隔延長とかが大好きで、ものすごい外人さんみたいににゅっと伸びた、下に伸びた鼻を作って大成功って言ってる人とか、ものすごい彫りの深い顔を作って、外人みたいな顔を作って、まあ、そういう写真ばっかりアップしてる先生もいるし、あとはもう患者、あんまりセンスとか関係なしに患者さんのもう希望通りにやるっていう医者だっているし、いろんな医者がいて、その症例写真を見ることによってその医者のキャラクターとか技術っていうのがすごくわかるんですよね。だから患者さんが医者を選べなくなってしまいますよね。それはありますね。うん、はい、確かにそうですね。やっぱり傾向を見せていただいた方が、患者様の側からもすごく、そう選びやすいという方があるんですけれども、そうそうそう、はい、で、あとはね、手術の経過とか流れとかっていうのもアップできなくなってしまうんじゃないかなと思いますね。はい、例えば切開の二重した後って、はい、やった直後は糸がついてて目がパンパンに腫れてるわけで、はい、で何日か経つと人によっては内出血が出てきて腫れてくると、はい、で1週間後抜歯した時の傷跡はまだちょっと赤いですよと、はい、で1ヶ月後でもまだちょっと赤かったり食い込んでますよと、はい、で3ヶ月、6ヶ月、1年って経つにつれて傷跡も目立たなくなっていって、腫れも引いて、腫れてて広かった二重が狭くなって落ち着いてきますよっていう経過を僕らアップしてるんですよね、症例写真で。
それもアップできないんだったら、患者さんがこの手術を受けるとどういう経過をたどるのかっていう情報を得ることもできなくなってしまうじゃないですか。そうですね。そうするとね、かえってトラブルになってしまうと思うんですよ。ある僕って症例写真ね、ブログでもホームページでもね、はい、直後の思いっきり腫れてる写真も出してるし、はい、でその経過も出しているわけですよ、はい、1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後とかね。そうするとどういう過程でどんだけ腫れが引いていって落ち着くかっていうのが先に予習できるわけですよね。でそれからカウンセリングに来て手術するから、はい、あの腫れててもびっくりしないし、はい、まあ、1週間後、1ヶ月後で腫れてて傷が目立っててもまだびっくりしないわけですよ。そうですね、あのこの症例の通りでちゃんと落ち着くから大丈夫だって、でもそういう情報がない状態で聞いちゃって手術しちゃうと、すごい腫れてる状態の自分の顔を見て、こんなに腫れてる大丈夫ですか、これ失敗じゃないですかってね、かえってトラブルになっちゃうんですよ。そうですよね。あの患者様にとっても大体の腫れの目安というのが分からなくなってしまいますよね。そう、うん、で例えばじゃ見せれない、ホームページで見せれないんだったら、ここに患者さん診察室に来てから見せるっていうこともできるんだけど、そうするとしっかりとそれをね、吟味して見ることができないわけじゃないですか。家にいる時とかだったらスマホとかパソコンの画面でゆっくり見ることができるんだけど、カウンセリングの時に診察室で見るのって時間がある程度限られてるからじっくり 見れないし、心の準備もできないから、そんな状態で手術しちゃうとね、こんな経過になるとは思ってもなかったって、かえってトラブルになっちゃうんですよね。そうですね、だから手術の経過をね、細かく見せるっていうのはすごい大事なことなのに、それもできなくなってしまうので、患者さんすごく不利益ですね。そうですね。そう、あと僕手術の動画とか、はい、あと動画を元にしたキャプチャーの解説とかもしてるわけですよね。切開の二重だったらこう皮膚切って脂肪を出してとか、全部見せてて、でその手術した人の経過も出してるわけなんだけど、ビフォーアフターが出せれないんだったら、動画で手術前の顔出して、で手術して、で手術後の状態も動画で出るって、でそれキャプチャーで出るんだったら、それもビフォーアフターだからダメって言われたら、まあ、動画とか手術の解説もできなくなってしまうわけですよ。そうですね。あれってね、すごく患者さんにとって有益なね情報だと思うのに、それもできなくなるって患者さんかわいそうですよ。そうですよね。どんな風にされるのかわからない状態でっていうことは本当に不安になってしまうと思います。そう患者さんね、よくそのすごい心配症で、どういう風にするんですか、脂肪はどうやって取るんですかって、どこに麻酔打つんですかって、ですごい細かいことを質問してくる人っているわけであって、そういう患者さんの気持ちがわかるんですよ。すごい不安だからって。だったらもう全部見せますよって、全部しっかり家でもう YouTube で見てっていう意味で僕 YouTube にアップしてて、でそれをホームページとかブログにリンク貼ってるわけですよね、そうすると患者さん家でゆっくりスマホとか PC で手術の流れ見て、あ、こういうことするんだって、でも怖いなって、怖いけどでもよく分かったから、これでこの先生に任せられるって安心だって思ってやっぱりやってくれるわけだし、でも中には、あ、こんな怖いことやってるんだ、私もっと簡単なことだと軽く考えてた、だったら整形するのやめようって言って、その動画を見て整形をやめるっていう人もいるんですよ。やめる人を整形してたらトラブルになってた可能性高いもんね。軽く考えてたのに大掛かりなことする。だから僕何も包み隠さずに全部見せてて、患者さんの利益のために出してたのに、それも見れなくなっちゃうって、患者さんにとって本当に不利益になってしまいますよね。そうですね。すごく安心材料を先生が出してたのに、それをちょっと逆になくしてしまうっていうのは、不安ばっかり生んでしまうような気がしますね。はい、はい、で、あとね、僕症例写真もね、うまくいってる、すごく綺麗に仕上がってるものばっかり出してるんじゃなくて、正直ちょっと不自然な仕上がりになってたりとか、かっこ悪い形になってるのも合わせてアップしてるんですよ。それも僕が手術失敗したっていうよりかは、患者さんがね、例えばすごい分厚いまぶたなのに、幅広平行型二重にしてくださいって希望されることってよくあるじゃないですか。でも分厚いまぶたの人に幅広平行二重にすると、傷跡が食い込むし、目を開けた状態も二重のラインの下の皮膚がぷっくり膨らんで、まつげの生え際が隠れて眠たそうな目になるとか、いろんな弊害がある
あるんですよ。でもそれでもいいから幅広平行型にしたいっていう人がいて、そういう人を手術して、そういう写真もアップしてるんですよ ね。 そうですね。だから客観的に見てあんまり綺麗じゃない症例も出してるわけですね。で、その人の目に合った自然なラインで二重作って綺麗になってる症例も出してるから、こういうまぶたの人はこういう術式でこういうデザインでやるとかえっておかしくなるんだとか、こういうまぶたの人はこういうデザインでやると自然になるんだとか、そういうのも詳しく解説してるわけですよ ね。 そうですね。それすら見れなくなっちゃうんですよ。そうするとかえってトラブルが増えるんですよ ね。 そうですよね。そう、僕、元の目に合っていない、不自然なデザインで手術して切開二重すると不自然なこういう仕上がりになりますよっていうのをたくさんアップするようになってから、やっぱり患者さんね、それで学習して自分の目に合った自然なラインでやってくださいっていう人がすごく増えたんですよ。そうするとやっぱりみんなすごく自然で綺麗な仕上がりになって、やっぱり先生にお願いしてよかったですって感謝してくれるんですよね。それもそういうのも見れなくなっちゃうと、みんなね、やっぱり分厚いまぶたの人でもね、幅広平行でしてくださいってまたそれで言ってきちゃうんですよね。そうするとよその美容クリニックでもね、はい、そういう情報がない人がね、幅広平行でやっちゃうと不自然になって、どうしてくれるんだって、やっぱりトラブルになっちゃうわけですよね。だからうまくいってない症例とか、はい、不自然に仕上がってる症例とかも出すことができないんですよ。そういう症例ってすごく意味がある症例だと思って出してたのに、となるとやっぱりね、そういうのでやっぱり余計にトラブルは増えてしまうと思いますね。そうですね、非常に不利益ですね。その美容整形もいろんなパターンがあるからね、その切開二重一つでもまぶたも厚い人もいれば薄い人もいるし、平行型で仕上げるか末広型でやるか幅広でやるか、幅狭でやるかっていろんなパターンがあるから、切開二重だけでも何百っていう症例を出して、それを見て勉強して初めてこういうデザインでいいっていうのが患者さんも学習できるのに、それも学習できなくなっちゃうから、非常に不利益ですね。やはり10年ほど前と比べまして、はい、こういった SNS で先生に発信していただいて、はい、すごく今の美容整形の、どのようにするかっていう状況とで、ですとか、すごく患者さんも分かりやすく、美容整形自体が分かりやすくなっていると思うので、そうなんですよね、それがなくなっちゃうっていうのはすごく残念なことです。インターネットがない時代に逆戻りしてしまうから、そうすると患者さんはどの医者が上手でどの医者が下手かとか、どの医者は派手な顔を作るのが得意で、どの先生は自然な顔を作るのが得意だとか、そういう好みとかセンスとか技術の差とかも全く分かんなくなっちゃうから、逆に怖いですよね。そう、だから医者を選べないから当たり外れがすごく大きくなるから、かえって腕の悪い医者とか、はい、お金儲け主義の医者が儲かることになってしまうんですね。だから厚生労働省とか消費者庁の人間をね、僕に言わせるとね、やっぱり現場の美容外科の仕事っていうのはね、何にも分かってないんですわ。ただただ何かしなきゃいけない、すればいいだろうっていうことで、じゃあとりあえず症例写真はもう全部ダメだ、ダメにすればいいってね、すごく短絡的な考えでやってるから、もう本当困ってしまいますよね。そうですね。できればその僕がその会議に参加して有識者として、今日言ったこととかね、全部もう意見ぶつけたいんだけど、そうですね、なんかもう誰が参加してるのかもね、よくわからない、もう闇の中での会議だからね、もうどうしようもできないですよね。やはり自分が受けるってなった場合に、どういったお医者さんにやっていただきたいかっていうのを、実際、ご自分がされるっていうことを思ってみたら、やはりそういった症例写真は非常に大事だと思いますし、手術もどのようにしているかっていうのを、実際なかなか見せてくれる、動画で見せてくれるっていうところはあまりないと思いますので、すごく信頼につながってたのに、そういった今の。僕なんかね、結構真面目にこう症例写真とか動画をアップしてきた方なんだけれど、中にはね、本当に悪徳な、ね、症例写真のアップの仕方をするところもあって、よくあるのが、その術前はすっぴんで撮って、術後はメイクして、術前は
暗い照明で影をいっぱい作って顔を映して、で術後は照明を正面からパーッと当てて、あの光を当てて影を飛ばしてすごく綺麗な状態にしたりとか、写真を撮る条件によって、綺麗に見せたりとか、そういうのよくあるよね。そう言われるとそうですね。本人は違いますけどね。そうそうそう、同じ条件で写真撮るようにしてるからね、はい、同じ写真室で同じ条件でフラッシュ、たくたかない、統一してやってるわけだし、はい、あとはその例えば豊胸手術の、あの症例写真でも、はい、術前は写真を引きで撮って、はい、で術後はあの近くによって拡大した状態で撮ってるから、なんか大きく見えるとか、はい、あんまり同じ条件で撮ってないずるい写真の見せ方するとこもあるし、うん、あとはデジタル画像修正をしてるところもあるって言われてるけど、はい、まあ、それはもう絶対やってはいけないことですよね。なので本当にあの規制をしたいんだったら、まずそうやってね、悪徳な症例写真のアップをしてるクリニックをあの吊るし上げて、ニュースに出して罰金を取るとかもして、そうすると業界全体が締まっていって、真面目にやろうって医者が増えていく。でそれによって患者さんも不利益を被らないようになるのに、そういうね努力を しないんですよ。あの厚労省も消費者庁もそれをしないで、ただ単にもう症例写真は全部ダメってなるのは、本当ね、もう僕に合わせるともう最悪ですよ。もうこっちもやりにくくなるし、患者さんも不利益だし、でまだね高須クリニックはね比較的規模が大きいから、はい、あの患者さん来てくれると思うんだけど、個人でやってるクリニックとか本当もう潰れちゃうんじゃないかなと思いますよ。個人ってやっぱり規模が小さいから、はいはい、テレビ CM とかお金のかかる広告が打てないから、ブログとかホームページの症例写真で自分の技術を見せて、その技術力ので患者さんを集客してたのに、症例写真アップできないとなると、もう集客できないですよね。 SNS でさあ、その今日ご飯食べましたとかやってもさ、うまいか、ね、分かんないもん。そのご飯美味しくても手術がうまいか分かんないもんね。患者様の欲してる情報と違う情報になってしまいますよね。そう、この先生はお茶目な先生だとか、なんかディズニーランドが好きなんだとか、そういう情報しか入らなくて、手術がうまいのかとか、どういう手術が得意なのかとか、全く分かんないもんね。そうですね。まあ個人の症例写真で集客してたクリニックもみんな危ないんじゃないですかね。潰れちゃう。そうするとますます大手のチェーン店系のクリニックの方が強くなっていって、ますます悪徳な医者が増えてしまうんじゃないかなって危惧してますんで、ちょっとね、厚労省と消費者庁の方向性が非常にずれて、現場の人間とね感覚がずれてて、非常に私は危惧しております。はい、そうですね、患者様の方の意見、立場に立っていただけたらなっていうところが私も思います、うん、そう、ということで、はい、ずっと症例写真僕募集してアップしてきたんだけど、はい、今一旦ね症例写真の募集をねストップしてます。はい、うん、今募集して症例写真で手術して、でも症例写真アップできるのって大体腫れる手術って6ヶ月以上先なんだよね。でももう6ヶ月以上先だと来年の6月になっちゃって、もうそれも見せることもできないから、今一旦募集を中断してて、で今後はねやっぱり本当にもうホームページもブログもアップしちゃダメだって言ったら、もうそれ全部削除するしかしょうがないですよね。うん、だからもう患者さんにとっては本当に申し訳ないんだけれど、僕の症例写真見せることもできないし、場合によってはキャプチャ解説とか、動画もね、はい、見せれなくなっちゃうかもわからないですね。まあ、それはもうちょっと経過を追って、国がどういう方針になるのか決まってからちゃんとした方針出しますけれど、まあちょっともう本当に最悪だな今回の決断はって思ってます。非常にその病外科業界全体をもう危惧してます、患者さんのことも心配だし、業界のことも非常に心配です。はい、はい、以上です。はい、先生、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。